の看板かな。そうだな、道の駅って書いてある怖えー。いや、なことねえぞここ。あ、結構馬鹿にできない感じ、いい感じ。そう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 。目的地は海側です。お疲れ様でした。すごい車いっぱい。少ねえんだよ止める場所。だからさ、ディスから入んな、人がわざわざ褒めてるのに。褒めとってあんの。車いっぱいって言ってさ、車止めるとこ少ねえって言われたらさ。少ねえやん。あ、でもなんていうの、思った以上にでかいな、あれ全体とは思わんけど。いや、全体やん。マジかよ。入ってみましょう。やはり日本はペットに厳しいわ。うん、すごいやん。すげえ、シャルボボ売っとるやん。岐阜の端から岐阜の端まで来たやん。すごくね。ここはでも本当にこういう焼き物メインの場所かな。うまいだろう。まあ名前からお察しなんだろうけどさ、ここに有田焼になったら むずいだろう。え、コメントは。なんかに使えそうっていうさ、コメントが来るかと思うやん。これ昔俺ラーメン屋さんで使ってた。へえ、これ400円もするんだ。俺ごめん、これ150円で買ってました。どこまでがあるかわからん。何が全部焼き物か。焼き物、これ全部。そうやろ。あ、本当だ。なんか服着ててるとかそういうあれでもなかった。可愛い。買ってきた。おいくらや。いや。買ってきゃってさ。バカじゃないかな、ね、この俺なら買えるやろ。可愛い。猫、ね。おかしいな。完全に犬だと思ったけど。なんかすごい俺でも作れそうな形作るやつ。子供食器。子供に食器こんなん割られたら大変だぞお前。でもこれプレゼントにいいね、出産祝いとか。ああ、出産祝いとかには確かにな。これでプレゼントいいよね。ほら、めっちゃ可愛いやん。これでも、2600円です。こういうのがいいんだよ、子供は。こういう。チップのやつ。陶器じゃないの。陶器専門店でプラスチックってことも珍しい。プラスチック、うん、これこれ。可愛いやん。本当だ。プラスチックだ。100均で売ってるそうな。でも定価が260円ってな。違った、520円もしてた。どれ、その値段じゃないか。あら、まあすげえ高いぞ、これ。俺100円から150円ぐらいと思ったよ。ディスっとるんやねえぞ、これマジの感想やぞ、今のは。まあね、俺も完全に250円だと思ってたもん。俺も250円に見えたんやって、今実は520円になった。
なんか美味しそうなメニューある？美味しそうなのかってインスタントだろう。だからさごめんなさい。あのさ、もうさ、何件も何件もさ、同じもん見てんだからさ、分かれ。ごめんごめん、もう巣に入っとった俺が。本当の時って何っていう名産もないからさ、どうしようかな。